イガーファンディング新しい未来をつかみ取れ TF1 秒前。これから岩井が待ってるところに来ますので、本日よろしくお願いします。すいません、失礼いたします。あ、こんにちは、どうも。初めまして。初めまして、岩井と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうぞお座りください、はい。事前に拝見したんですけれども、完璧かなというふうに思っていて、とんでもないです。いや本当にこれだけちゃんと書いていただく方なかなか珍しいんですよ。はい、私は初めて訪れたのが18歳の時になります。はい、2003年だったんですけれども、はい、その時にすごく魅力を感じてしまって、年に3回4回と通う生活になりました。14カ国ぐらいバックパッカーに行ったんですけれども、その中でもやっぱり好きという思いが強くて、2008年に1年間留学をして語学を学びました。その後にどうしてもやっぱり私は自分の事業で成功させたいという夢がありまして、自分でサーフィンスクールと旅行の会社を起業して2年ほど続けてまいりました。でその中で息子のちょっと病気ということで日本に帰国しなければならなくなって、じゃあもうその頃はご結婚されてたんですね。はい、はい、そうですね、はい、別々の生活を2年ぐらいはしていたんですね。今回やっていたことを自分一人でやれるようなオンラインのサービスを作りたいと思って志願させていただきました。なるほど、わかりました。まだでも30何歳でした？36になりました。36歳、はい、世代的にギリギリですか？まだ18とかですよね。はい、そうです、そうです、はい、ね、高校生ぐらいの時でした。高校生ぐらいですよね、はい、見てたんですか？見てました、ものすごく大好きで。女性で、はい、当時マネーの虎見てる人ってめっちゃ少なかったんですよ。そうなんですか。はい、誰かお父さんとかがお好きでっていう感じでもない？当時の八甲上の彼が見ていて、はいはい、その影響でも私がドハマりしてしまいまして、はい、でも当時だけではなく、YouTube に結構出てたじゃないですか。YouTube で流れてますよね、はい、あれを結構もうずっと1話につき30回ずつぐらいリピートしてみるぐらいものすごく大好きで、自分も将来こういう志願したり虎になったりとか、こういう世界に自分も行きたい、行きたいってずっと思ってました。一番印象に残ってる志願者って誰ですか？一番印象に残ってる方は、空中飛行かなんか、アクロバティック飛行やりたいと言って、堀内さんが出した。はい、はい、まさしく、はい、あの方が印象的でしたね。はい、なるほど、はい、随分初期ですよね、あれね、はい、なるほど。令和の虎も見ていただいてる。はい、はい、見てます。じゃあもう一個質問で、令和の虎の中で印象に残ってらっしゃる志願者って、はい、オールでもナッシングでもいいんですけど、ものすごくたくさんいらっしゃるんですけど、はい、一番最初に私も令和の虎に志願したいと思ったきっかけは、ヤシガニの今さん、はいはい、あの方をきっかけです。あ、そうなんですか、はい、あの回を見た。はい、こういった観光でも、はい、そうかそうか、はい、はい、実はなんでそういうふうに思ったかというと、フリーでガイドをしている方が多くて、彼のようにインスタとかで、はい、現地 そのガイドとか、はい、何かこう資格を持ってるっていうわけではなく、はい、フリーで活動していてインスタの写真とかで割とこうお客さんを掴んでるっていう方が多くて、うん、私の抱えてるガイドとかもそういうことをしているんですね。 なので、まあ、こういったこう形式でも志願ができるんだっていうことをやっぱきっかけになったのが、はいはい、その方でした。で、一応ですね、これっていう志願なんですけども、トータルで言うと、はい、はい、はい、これ聞いた方がいいかなっていう感じで、マンっていう感じになりました。そうでもないです。そうでもないです。そうでもない。はい、はい、実はですね、はい、この必要資金のところで、はい、広告費のところがやっぱりちょっとまだ詰められてない部分がありまして、はい、大体そうですね、こう目安としてこれぐらいの広告でこれぐらいが返ってくるだろうっていう、はい、まだ主に広告費って何で考えてますか？リスティング広告ですかね、はい、はいはい、まずはなのでちょっとここの部分が難しいところで、はい、あとはもう割ともう決定事項なんですが、はい、ここが、はい、ちょっとまだ根拠という数字の根拠とか使い道っていうのがこう具体化はまだできていない部分です。はい、わ、はい、かりました。企画書の中で、はい、絶対直していただきたいのが、はい、金額のカンマなんですよ。はい、はい、カンマがないので、数えにくいんですね。はい、例えばパッと見た時に、
パッて社長たちが分かりにくくなるので。分かりました、全部カンマをつけてください。はい。で、できうるならば、はい、円のところで揃えてもらった方が分かりやすいと思います。はい、分かりました。はい、そうすると単位が分かりますよね。はい。で、おそらくここで突っ込まれるとしたら、おのずとですね、はい、金額が大きいウェブサイトの作成と広告費だと思うんですね。はい。はい。まあ、僕らの常識で言うと、安ければ、下手すれば50万ぐらいでできちゃうものもある。はい。で、まあ、そこそこで100万超えるぐらいっていう中で、はい、300万って、ね、意外と割と大きな数字だと思うんですけども、はい、特別に何かこうしたいことってありますか？私が、そのツアーをやってるようなところで、はい、こう3パターンくらいちょっとうまくいってるところをも、うん、比較して、はい、でそれで見積もりをすでに出してもらったんですけれども、やっぱり私としては一番近づけたいのは形で、うん、何が違うかっていうと即時予約とか、はい、まあ、そのオンライン予約で、まあ、はい、すぐにこう、はい、やり取りをせずに予約がで、はい、お客さんからしてできる、はい、でそういうシステムをつけたりとか、その持っているシステムっていうのをつけるとやっぱり300万円ぐらいかかってしまう。そういうことなんですね。はい。今僕に伝えていただいたことを、はい、本番の時にちゃんと言うべきだと思うんですよ。はい、わ、はい、かりました。必ず同じようにこう300万かかんのみたいな話になりますので。はい。あとね、はい、多分ですよ、突っ込まれどころがもしあるとしたら、はい、佐藤さんこのぐらいのお金自分でないの、はい、言い方をされそうじゃないですか。はい。なんか今までやってきたこととかも含めて、はいはい、もしそう言われたらどう言います？タイガーバンディングに出たかったっていう思いがありまして、うんうん、はい、と言いますのも私がこの面白い企画だったりとか、あとそのお客様が満足するようなことをこう再考していくっていう、そっちに対してはものすごく自信があるんですけど、はい、もうさっきおっしゃられたようなその広告のかけ方とか、はいはい、そういうこのビジネスを広めていくっていうところが、うん、どうしても私に弱い部分がありまして、うん、なんでこのお金自分の中では用意できないのって言われた時に、はい、おもじぎ先生と同じように出たかったんですだけではなんかちょっと薄い気がしているので、はいはい、大前提として手伝ってもらわないとダメなんですっていう言い方はちょっと難しいのかもしれないなと、はいはい、でも自分に弱いところなんで、はい、そこをやっぱり殿の方々に助けてもらいたくてみたいなのはありだと思うんですけど、はい、デジタルマーケティングに強い社長と、はい、そうでもない社長がいるじゃないですか、でそうした時にそのことを言った時もそれによって自分の出番じゃないなって思っちゃう人もいるんですよ。はい、はいはい、当日何か持ち込んでお見せすることとかっては特にないですか？今回の場合何かこう持ち込むべき、はい、いやお聞きする限りはないですよね。はい、まあ、もしあるとしたらそのこのなんかこうイメージをつかんでいただくために風景の写真とか。ああ、はい、はい、すいません、なんかいろいろ。いえいえ、いいですよ、何でもいいください。すいません、はい、であとちょっとまた違う話になってしまうんですけれども、はい、まもなくもう収録になりますけども、はい、ね、頑張ってください。はい、ありがとうございます、はい、また当日お会いして、はい、少しお話ししてからなると思います、はい、ありがとうございます、よろしくお願いいたします、はい、はい、佐藤さんお疲れ様です。よろしくお願いします、はい、いよいよですね、はい、はい、もうあと何分でしょうね、20分ぐらいですよ、はい、はい、この TF1 秒前かなり長くもう撮りましたんで、今日最後に一言だけ意気込みをどうですか？はい、社長様方に貴重なお時間をいただいたので、とにかく不愉快にさせないようになるべく話を短く簡潔にさせていただきたいと思います。そう、めちゃくちゃ大事なんです。それが本当にさっきも言ってたでしょ、はい、本当にね、長いのが一番まずいんです、はい、やっぱり社長さんたちってそれなりに会社を経営してきた方々なので、話が長いとこの人と一緒にビジネスやりたくないなと思っちゃうんですね、はい、僕も同じなんですよ、はい、なので本当に簡潔にいきましょうね。わかりました。頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ行きます。失礼いたします。では、どうぞ。